中学生のうちにやっておくべきことってありますか？勉強に関しては当たり前なので勉強以外でお願いします。まあ私立だとちょっとずれるかもしれないんですけど、頭の悪い友達作っといた方がいいですよ。あのまあ、その、1000円払ってるので、多分それなりに裕福な家庭だと思うんですけど、で、裕福な家庭の方が多分偏差値高いんですよね。で、高校は多分もう偏差値で決まった高校に行って、で、大学も偏差値で決まった大学に行くので、その頭の悪い人の考え方っていうのは多分中学ぐらいまでしか手に入らないんですよね。僕中学まで公立だったんですけど。で、世の中って偏差値50以下の人が半分いるんですよ。あの、高校とか大学に行くと、偏差値50は、その、頭があまり良くないという感覚になっちゃうんですよ。要は、だってみんな大学に行った人たちは、偏差値50以上だから大学に行くわけで、なので、その、偏差値49とかマジ大丈夫みたいな目で見ちゃうんですよ。でも、偏差値って本来は50が普通、真ん中なんですよ。なので、その、偏差値50以下の人が実は人口の半分であるっていうのは、結構その、高卒大卒の人は忘れてしまうんですよ。その、ちょっとした英単語もわかるのが当たり前だよねっていうのが大学の感覚なんですよ。で、じゃあその、なんか X がこれで Y がこれでみたいな二次方程式って、だってこれ中学でやったでしょっていうので、当たり前に言っちゃうんですけど、偏差値50以下の方って二次方程式中学でやる範囲もわかんなかったりするんですよ。で、それが別に良い悪いの問題ではなくて、世の中の半分はそうなので、そういう人たちのものの考え方とか、行動基準とか、その、約束は守る。法律を破ってでも約束は守るとか、その、友達は守る。その、ルールとか、その、親とか大人に逆らっても友達を守るとか、っていう、その、なんか、ジャンプ的な感覚だったりとかっていうのは、割と中学の時に、手に入らないと、もう、高校大学では手に入らないと思います。はい。